こんにちは、くるすあつです。今回は音声のみで行かせていただきます。判決から1年が経過しましたが、この間にも動いていたことがありましたので、お伝えしていきたいと思います。過去2回これに関する動画を出しておりますので、まずはそちらをご覧いただいてからの方が状況はわかるかなと思うんですけれども、ざっくり言ってしまうと、裁判で私たちが勝ちました。 被告の方にはしっかりというふうな説明で動画は終わっていましたが判決後誠意のある対応が感じられなかったのでえ弁護士さんに継続して下記の事項を依頼することにしました。 1>, 1つ目の記事削除対応の連絡ですがこちらはしていただいたところを全く返答がなかったということですですので今も記事自体は残ってしまっている状況です2つ目の賠償金被告側が虚偽の内容で収入を得ていたということは事実なのでしっかりとここに関しては支払ってもらいたいなという思いがありました 弁護士さんをを通じて相手手に支払いい能力があるのののかかどうかの確認情報開示の手続きをお願いすることにしましまたこの情報開示手続きというのは銀行口座の情報を開示していただいて強制執行したりですとか自分の財産をすべて開示しなければいけないという手続きのようなのでまず預金口座紹介の申し立てを2021年の3月に8月には財産開示の申し立てを行いました。 財産開示手続きは都内某裁判所で2021年10月に行われることが決定したので期日までに相手方から何らかの連絡があるのかそれとも当日法廷に出廷するのかという2つの選択でしたが先方が法廷に出廷することはなく財産目録だけが送られてきたとのことです。結論 財産開示手続きを行った上で強制執行できるような財産もないようなので1円もお支払いいいいしててただくことがでできていない現状です長い時間をかけて周りの皆さんの力添えもたくさんいただきながら頑張ってきたんですけれども1年経ってこれかっていうふうに思うと本当に今は正直なんていうのかな呆れています。 もうそれ以外に言葉が出てきません。なので私のこのしゃべり方も神妙な面持ちというよりはもう今の気持ちをラフな感じで皆さんにお伝えするというのが一番自分のこの感情が伝わるんじゃないかなということで顔出しなしでお伝えさせていただくことに決めました。 もう本音を言っったららすすすごいい悔しいですよ仕事に相当な支障が出てますからね私たち全く何もやってないことでこんな裁判まで起こさなきゃいけない展開になっていてもうい言われのないことで誹謗中傷も受けたし裁判では私たちが勝訴しましたけれどもいわくつきの人になってしまったというかこんなことで揉めた人を何十戦隊ってある戦隊の中からじゃあもう一回ゲストで出しましょうっていうふうになるかって言ったらならないに決まってる じゃないですか私だったら使えませんよ。違う人、何もそういう話のない人を使いますよ。その方が安心だし、安全だから。っていう意味では、完全なる業務妨害ですよ。受けちゃってるわけですよ。だけど、もうこれ以上やっても仕方ないので、こっからは <laughs>、私たちの人となりとか、あとはね、今までお仕事してきた方の中で、分かっていいよ、クリスって言ってくださる方がいてくれるとしたら、まあ、今後もおいしいとご一緒していただけたら嬉しいなっていう感じです。 今回の教訓として改めて感じたことは何にも自分が悪くないことに関しては即否定をするというのが大事な世の中になったんだなということとて、えー、ての証拠をでききるだけ残しておくととといいいうこと結びは真面目にいきたいと思います判決が出た後も結局ブログが消えていないじゃないかとか、まあ、結果お金払われたのどうなのっていうところを皆さんからご質問たくさんいただいておりましたので動画撮らせていただきました。 最後ままで聞いていいてたた。だきありがとうございました次の YouTube からはまたいつものテンションで行ってまいりますので引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それではくるさあつこでした。失礼いたします。